い、どうもフラちゃんです。はい、じゃあ今日はですね、国勢調査9周年のねやつ来ましたよ。そういうわけなんで今回国勢調査見ていきたいと思います。今回はですね、面白そうなところだけをピックアップしてきました。まあそういうわけなんで、まあ見てね、非常にこう面白いと思ったもの、フラちゃん的に面白いと思ったやつを皆さんにお届けしていきたいと思います。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけでまずは性別ですね。性別なんですが、こちら左が去年で右側が今年ということで、でこれなんですけども、まあ、こちらの勘違いしてほしくないのが、女性が増えたってわけじゃないわけですね。だから中身は関係ないってこと、あくまでも女性キャラクターが増えましたっていうことなんで、まあ、これ意外と勘違いしちゃいがちな人は多いと思うんで、その辺は勘違いしないようにしてください。で去年と比較するとこれ 0.7% 女性の方が多くなったっていうことなんですけども、基本変わらないですね。たった 0.7% ですから。まあ、それでもね、やっぱり人口で見れば 0.7% っていうのは割と大きな変動かもしれないですけど、まあ、それでもたかが 0.7% なんで、大したこの数字ではないということですね。はい、そういうわけなんで、こちら、まあ、女性キャラクターがね、ちょっと多くなったということでした。はい、というわけで続いてですね、こちら、キャラクター分布ということで、これが何が変わったんだろうな。これは、あ、これだ。1% ずつずれてる。オーガが 1% 今年少なくなって、人間子供の女が 1% 多くなった。まあ、これっていうのが実際何人増えたのか。まあ、7減ったわけじゃないんでね、別に。まあ、こっちが増えたせいで、こっちがね、ちょっと 1% 減ってしまったみたいな感じだと思うんで、実際にオーガの人が引退して 1% 減ったとかではないと思うんで、まあ、その辺は安心してもらえたらいいかなと思います。はい、そういうわけなんでね、まあ、全体的に他は変わらないっていうわけですね。ドワーフ女、まあ、ドワーコは去年と相変わらず変わらず、6% っつうことなんで、まあ、ちょっと待って、ウェディ女も 6% になってる。っていうことは他もなんか変わってるな。どこが変わった？ちょっと探せ。これ探せ探せ。どこだ？どこが変わった？変わらないですね。基本どこも変わってないんですが、何が変わったんだろう。こっちが増えて、こっちが減って、変わらないな。多分全体で見たときに、パーセンテージで、なんつうの、四捨五入みたいな感じになって、で、それでまあ、これが 1% 減ったみたいな感じになってんのかな。ドアコの 6%、とうとうウェディに追いついたということ、これ結構偉大なんじゃないでしょうか。昔 2% でしたからね、ドアコって。まあだからそう考えると、やっぱドアコは増え続けてますね。多分そのうち10年後とかになってくると、ドアコが 60% ぐらいになると思うんで、まあだから今ですね、やるんだったらやっぱ皆さん今ですよ、ドアコ。はい、そういうわけなんでこちらキャラクター分布でした。はい、というわけで続いてこちらですね。こちらなんですけども、職業ごと、何が人気かってことですよ。まあ今年はですね、やっぱり魔剣士。これが一番人気ですね。で、魔剣士の次、魔物使い。これまた人気。次ではないか。で旅芸人バトルマスターが意外と人気。まあ、とりあえずは使っておこうみたいな、そういう人が多いんでしょうね。ストーリーとかで。まあ、実際のところバトルマスター今需要はあんまりないんで、まあ、これはちょっと無視しましょう。まあ、あと、天地雷鳴士とかも強化されたんで結構人気ですね。で、意外なのが戦士。どこで使ってんだろう。まあ、僧侶と魔剣士と魔物使い、旅芸人。まあ、この辺、まあ、舞踏家が意外と少ないのが驚き。バトマスより少ないっていうね。で、まあ、天地雷鳴士も強化された。まあ、初心者とかもやっぱ多いんで、まあ、その辺で考えると、この辺がやっぱ今人気ってわけですね。まあ、そういうわけなんで、とりあえず職業困ったら、この辺使っとけって話っすよ。まあ、言うてこの辺見てみると、パーセンテージ多い職業っていうのは、別に育てておいても間違いはない職業なんで、まあ、だからこの辺のデータを元にして、今の環境、まあ、つまりどれを育てたらいいのかっていうのが初心者さん分かりやすいと思います。フラちゃんから言わせてもらうと、おすすめは天地雷鳴士育てた方がいい。今強いですから、やっぱり使い道がかなりありますよ。そのうち新しくねバージョン6になって新4色をあれが出ると思うんですけども、天地雷鳴士間違いなく需要があると思うんで、こちらですね、天地雷鳴士とりあえず育てておけばいろんなところで活躍できます。はい、続いて武器装備ランキングということで、まあ、これなんですけど、これですね、単純にどの職業でどの武器を持てばいいのかっていうのが一目瞭然なんで、赤い武器っていうのが最新の武器、青い武器っていうのが1世代前の武器、黒い武器っていうのが3世代以上前の武器なんで、基本的には1位見とけばいいですね。2位っていうのは本当に物好きな人とかレベルが足んない人がつけてたみたいな、そういう偶然の産物なんで、まあだから2位は基本無視していい。まあ一部を除いてはね、当然。魔物使いなんかは幼者の鞭の方がいい場面っていうのももちろんありますし、まあ、あとは魔法使いなんかは黄昏の魔杖の方がいい場面っていうのももちろんあります。まあそういう感じなんで、まあ例外はあるけど基本1位見とけば間違いないです。
どの職業でどの武器を装備したらいいのか、まあ、この辺っていうのは初心者さんね結構悩んでることでしょう。フラちゃんも結構解説したりするんですけど、まあ、そうですね、やっぱり最近は最新の武器とりあえず持っておけば間違いないっていうことなんで、まあ、この辺ぜひともね見ておきましょう。はい、というわけで続いてですね、面白そうなやつありましたよ。モンスター討伐ランキング、これなんですけども、モンスター討伐ランキングで、まあ、1位を飾ったのはスライムナイト強っていうことで、でモーモン強が、まあ、557,645、まあ、多分これマイン細胞かその辺でしょうね。スライムナイトもマイン細胞狩りで、ついでになんかその盾とかその辺の白箱をドロップさせるみたいな、まあ、そういう感じですね。メタスラなんかは迷宮ですよ。メタスラボスコイン、あれで多分相当狩られてるんだと思います。まあはぐれメタルも同じぐらいですね。で、バザックスとかなんかその辺がですね、意外と昔のやつが結構ランキングしてますね。トンブレロ強とかね、意外と人気なんですね。で、びっくりしたのが、ブチスライム。これバージョン3で流行ったレベル上げのモンスターなんですけど、結構やっぱ勝ってる人はいるみたいですね。124,436。まあでも、これちょっと勘違いしてほしくないのが、闇のキリンジより上って考えないでください。闇のキリンジは1体出現で、ブチスライムっていうのは最大で6体 ?8 体まあそれぐらい出現なんで、まあだから出現数が明らかに違うってことですね。まあだから本来であれば人気のそのレベル上げのモンスターで言えば、闇のキリンジっていうのはもっと上に来ると思う。やっぱりこの辺っていうのは元からの出現数とかも大きく影響してるんで、まあこれが全てじゃないということですね。まあブチスライムが来てるのも出現数が多いからっていうことです。まあそういうわけなんで、まあやっぱ昔っていうのはタコメットとかその辺がね、かなり上位に来てたんですけど、今っていうのはタコメット見る影もないんで、まあやっぱ時代の流れを感じますね、こういうのを見ると。まあ、やっぱ魔界で結構やってる人もいるし、まああとはなんだ、メタルスライムも意外と狩られてないっていうことで、まあこの辺ですね、やっぱり時代の流れを感じます。はい、で次なんですけども、よく見る冒険者っていうことで、これね、全種族あるんで、で、これなんかパーツとか言われてもピンとこないと思うんで、下の方探したらね、画像ありました。すべての1位を組み合わせたエルフ、これです。エルコ、一番人気これ。迷ったらこれにしてみて。金髪ですね。で、かまぼこ目。で、エルフ男。この髪型よく見ますね。で、この目もよく見る。まあ、これが一番人気らしいです。で、次、ウェディなんですけど、見るね。これ見るね。全員この顔なんじゃないかってぐらいこのウェディ男は見るね。この髪型にこの目、見るね。めっちゃ見る。で、この髪型にこの目、見るね。これは見るわ。いや、ウェディはね、なんか8割ぐらいこの姿なんじゃないかなってぐらいのこの見た目な気はしますね。で、次、オーガ。あ、これ意外ですね。意外なことにこの髪型が1。で、なんかあんまり見ないんでピンとこないですね。で、次、あー見るわ。このプクリポちゃんよく見る。このプクリポなんですけども、ちなみに自分も最初に種族変更で作った見た目のプクリポです。で、これなんでね、1位のプクリポ。意外とこんな顔してます。やっぱキラキラ重めが優秀ですね。で、次、ドアコ。あードアコいいですね。これよく見るんですけども、よく見るけど、あんま見ない。というのも、ドアコって基本的に被ってる人が少ないんですよ。なぜかね、本当にこれ不思議なんですけども、だからドアコの人って見た目だけでこう被ってる人ってほぼいないんですよね。まあ、確かに、本当にごく稀に、その同じ見た目の人はいるけど、他の種族と比べてね、全くもって被らないんですよ。フラちゃんの見た目なんか今まで人にも見たことないし、まあ、他の人もこう見てみると、目の色が変わってたりとか、髪型が変わってるとか、大きさが変わるだけでだいぶ見た目も変わってきたりしますし、まあ、とにかくドアコっていうのは一番人気とはいえど、なんか被ってる人ほぼ見ないですね。で、次、ドアオくん。スキンヘッド。そうっすか。で、次、人間。なかなか。あ、X くんですね。これ、X くんの顔です。で、次。あ、見ますね。この人間、女の子供は。ツインテールにかまぼこ目。やっぱりかまぼこ目はね、かなり人気なんでしょう。で、全体を通してアイコン。これなんですけども。まあ、全体的に女の人は金髪が人気ですね。で、次、男の人は白い髪型が人気。人間に限ってはちょっと違うよ、みたいな。まあ、一部に限ってはもう生えてない方がいいらしいです。はい、そういうわけなんで、2年前の調査時と比べて大きな変化はありませんでしたとのことです。で、次ですね。流れに沿って、マイコーデに多く使われている装備ということで。で、これも画像がたくさんあるんで、ちょっと見ていきましょう。はい、というわけで、これが1位ですね。水着。水着でサンダル。これ、ミコのサンダルですよ。これ人気なんすね。とりあえず水着着とけばいいんじゃないですか。はい、で、次これ。このコートですね。このコートが人気らしいです。で、このバンダナつけてる人めちゃくちゃ見るね。確かに。これエルフでめっちゃ見るわ。で、次、ウェディ。
この帽子つけてる人めっちゃ見るわ。とにかく、この顔もあれですね。顔も一番人気があるやつですね。まあ、とりあえずこのウエディが一番アストルティアに生息しているウエディみたいです。確かによく見る気がするな。で、次ウエディがこっちですね。まあ、種族の服ですね。で、次オーガがこんな感じ。謎のスライダークの仮面つうことで。で、次プクリポ。あ、可愛らしい。あ、これですね。やっぱピンクほっぺがいいんでしょう。で、次がドワコちゃん。あ、やっぱり可愛いですね。非常に可愛らしい。で、あ、確かにこのドアをよく見る気がする。この仮面よく被ってる気がするわ。で、次ですね。次なんですが、またこのコート。このコート多いね。めっちゃこのコート着てるじゃん、みんな。で、続いてですね。多く使われてるチャットスタンプということで。まあ、これなんですけど、ちょっと下の方見てったら、これ、いいのがありました。当たったでって。これね、どういう使い方か皆さん知ってますか？まあ書いてあるんですけど、冒険者の中には一風変わった面白い使い方を模索している人もいますね。最近見た中で面白かったのは、範囲攻撃を受けた時に当たったでを使おうとしている人でした。まあつまりどういうことか。例えばスライダークのなんかギロチンアタックに当たりそう。っていうかもう当たるっていうのわかりますよね。で、まあこの後絶対避けらんないみたいな。そういう時に超高速で当たったでってこれ、ザオララしてくださいっていう意味なのか、まあそれとも当たりましたごめんなさいっていう意味なのか、まあいろいろあると思うんですけど、とにかく範囲攻撃に当たった時に当たったで、まあこれを使う人はめちゃくちゃ多いですね。で、これ本来の使い方としては、何々に当選しましたっていうね、まあそういう宝くじに当たりましたみたいな、まあそもそもこの景品、スタンプっていうのが宝くじの景品なんで、まあだから宝くじに当たったでみたいな、そういう使い方を想定していたらしいんですけども、まあところが実際蓋を開けてみたらどうやって使ってたかっていうと、まあそうやって範囲攻撃に当たったでみたいな、まあそういう使い方をしてる人がかなり多い。ちなみに自分のフレンドもみんな使ってます。で、次ですね、プレイヤーイベント開催数っていうことで。で、これなんですけど、ちょっと面白いですね、これ。まあ、去年の8月。まあ、全体的にさ、やっぱり人が減ると、わーって下がってくじゃないですか。プレイヤーイベントをする人も減るし、みたいな。ところが、やっぱりこう、山なりになってるというか、まあ、一時はこう下がってきたんですけど、まあ、それでもね、まあ、今年に入ってからグッと伸びたっていうことで、まあ、やっぱバージョン5が、やっぱこう、賑わってるからなのかはわかんないですけど、まあ、非常にこう、息を吹き返したみたいな感じになってるんで、で、あとこれっすね。日記の投稿数っていうことで。で、これまたね、やっぱり山なりに落ちていくかな、みたいな感じだったんですけど、まあこれまた結構波を打ってますね。まあ、今回の7月なんかは 28,767 っていうことで、相当日記書いてる人がいる。まあやっぱこのゲームっていうのはね、ブログがかなり盛んなんで、まあその辺の日記を書く人っていうのも非常に多いわけですね。まあというわけで、これ非常にね、プレイヤーの数が、まあまだまだいるよという話なんで、だってそりゃそうでしょ。7月に入ってからこんだけ書いたってことは、ね、めちゃめちゃいるわけですから、まだまだ。で、次ですね、レベルとか特訓。まあ、この辺なんですけども、全職業レベル120に達してる人っていうのは 2%。これめっちゃ少ないね。50人に1人ですから。課金してそのままっていう人もいると思うんですけども、それでもね、50人に1人っていうのは相当少ないですね。で、これ、全職業の特訓スタンプが1万3000に達してる冒険者の割合 5.94%。なんならレベル120よりも多いっていうね。まあ、意外な結果ですね。最近特訓する意味っていうのがあんまりないですから。まあ、そう考えるとちょっとレアっていうか、なんか少し珍しいのかなっていう感じはちょっと一瞬しました。で、次、コインボス無道ですね。勝率 51.85%。まあ、これはなかなか少ないですね。で、下がですね、勝利パーティーなんですけど、まあ、1位にはどうでもいいですよ。3位、これですね。天地雷鳴士、旅芸人サポ、魔剣士サポ、魔剣士サポ。これ重要だと思う。これね、これから無道をサポートで行きたいっていう人、この構成が一番人気ということなんで、まあだからこの構成でやれば基本は勝率は高いということになります。まあ、つうわけなんでサポートで行く人はぜひともこの構成を参考にしてみてください。で、次ですね、聖守護者の勝率っていうことで、デルメゼの勝率、強さ1が 27.60%、2が 13.07%、3になってくると 1.20%。最近結構緩和されてるとはいえ、やっぱりね、デルメゼ、こんだけしかいないんで、まあどうなんでしょうね。どういう計算式になって、このパーセンテージがなってるかわかんないですけど、まあ多分挑戦したその回数とか、その辺ですね。まあ結局挑戦した回数と勝利回数、それをまあ割り算して出したパーセントだと思うんですけど、まあそれでもね、100回に1回しか勝てないっていう、
むずいね、これは。で、次、バラシュナの勝率。強さ3が 6.67%。で、レベル1が 36.88% っていうことで、まあ結構多いですね、それでもね。で、討伐パーティーがなかなか面白い。まあ普通はこの1位の構成なんですけど、2位になってくるとなんか道具使いが混じったりとか、なんなら3位はなぜか3人討伐の方が多かったりとか、まあ4位になってくると、まあ、踊り子が入って、5位になってくると謎の舞踏家っていうね、なんで魔法使いにしなかったんだみたいな、まあそういう感じになりますね。舞踏家で何するんだろうね。まあよくわかんないですけど、まあとにかくこれがトップ5の構成らしいです。まあ多分この2位以降はほぼやってる人はいない。多分この1位の構成をやってる人が 99.8% ぐらいだと思う。で、この2位以下のやつっていうのはもうその他ですね。まあ多分それぐらいだと思います。で、次ですね、最強パラメーター調査、HP981 っていうことで、やばいね。こんだけいくんだね。自分は800とかそれぐらいが限度だと思ってさ。まあそれでもね、パラディンでこんだけ伸ばせるってことなんで、これどうやって伸ばしてんだろう。やばいよね。あと19で1000に届くってわけですよ。昔だったらゴーレムとかしかね、1000いかなかったけど、今だとね、プレイヤーがあと2、3レベル上がるごとに多分もう1000いくんでしょう。まあ普通に見れるってことですよ。で、次 MP なんですけど、MP989 っていうことで、これまたやばいね。もうどうやっていってるんだろう。で、次、バトルマスター。攻撃力959。まあ、多分、いろいろ犠牲にしてるとは思うんだけど、まあ、例えば、その首アクセサリーを中性のチョーカーにして、で、その他アクセサリーを、まあ、パワーチャームにするとか、まあ、多分、そうやっていろいろこう犠牲にしてるとは思うんだけど、まあ、それでもね、こんだけ伸ばせるってわけですよ。まあ、天下無双してみたいですね、これで。で、次、守備力1270。魔力1365。これはすごい。ちょ、待って。これ、4文字、プクリポ、待って、これ、パッと見今、目に飛び込んできたけど、これ、ホイミソさんじゃね？これ、ホイミソじゃね？え？これ、どうなんだろう？プクリポで男ってバッチリ当てはまってんだけど、え、ちょ、どうなんだろう？後で聞いてみよう。あと、回復魔力1170。で、次、素早さ1003。で、次、器用さ959。おしゃれさが1113。あ、意外なのが踊り子ってわけですね。まあ、多分二刀流できるからなのか、スティックで上げてんすかね。スーパースターが来ると思ってました。で、次、重さ669。はい。めっちゃやばいわ、これ。こんだけやっぱ上がるんだね。いや、これが極められし、ステータスですよ。で、次ですね。タイムアタック、聖守護者のやつですね。で、見てみると、ガルドドン。ガルドドンは5分48秒ということで、1位のタイムが548秒っていうことなんで、まあ9分ぐらいで倒してるってことですね。あ、まあ普通の一般的な構成ですね。まあ多分構成変えてる人はいないんじゃないかな。魔法使い入れてる人は多いですね、やっぱり。それでも9分でレベル3倒しちゃうんですよ。すごいですね、今の時代って。で、デルメゼさん。ん？ちょっと待って、これやばくね？ 494 秒って8分ぐらいじゃん。やばこんないるんだ。しかもこれ道具使い魔物舞踏家っていう。あれマジか。あの HP8 分で削り切れるんだ。ちょ、初めて知った俺。ちょっとマジで20分かけて倒してた自分がちょっと恥ずかしくなりますね。で、次、バラシュナ。バラシュナやばいね、これ。3分ちょいで倒してる。魔戦魔物使い道具遊び人。あ、わかった。これね、遊び人で守備力ゼロにして一気に削り切るやつですね。これ見たことある。まあ、これ動画で見たことあるんですけど、ただ1位と2位の差が半端じゃないってことね。1分以上突き放してるってこと。これはやばいね。しかも魔性入れてるし、まあ、どうやってんだろうマジで。いろいろ噛み合わさりまくったんだと思う。まあ、それでもこんだけね、やっぱりバラシュナさんっていうのは、まあ、相当早く倒せるものなんでね。魔法使い構成でもう9分とか出してる人いるけど、もう中にはもう3分ぐらいで倒しちゃう人がいるってことですよ。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、これでね、今回の国勢調査は終わりということなんですけども、世の中にはね、ものすごいステータスの持ち主とか、もう世の中にはものすごいこうタイムアタックのもう記録の持ち主とか、たくさんいるということですね。で、まあ、ここでね、やっぱり上を見て、なんかがっかりしてしまうっていうんじゃなくて、個人的にはやっぱりね、まだまだ余裕があるってこと。まあ、だから、どういうことかっていうと、例えば今、メイブとかやってる人いるじゃないですか。それで全然火力が足りないみたいな。まあ、もしくは何回かこう崩れてしまって、それでもうダメだ、もう火力が足らんつって諦めちゃう人とか、バラシュナでまあそのような同じようなことでね、崩れてしまってもうダメだって思ってしまう人、もうところがこういう国勢調査を見ると
8分とか7分とかそれぐらいで倒してる人いるんで、まあだから何回か崩れてしまったとしても、やっぱりこう理論上最速で動けばまだまだ余裕があるということですね。まあだからそうやって何回か崩れてしまったとしても諦めずに戦えば倒せるというね、まあそうやった感じで心の余裕ができるんじゃないかなと思います。そういうわけなんで今回は国勢調査の動画でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた会いましょう。さよなら。